口内炎とは、口の中や舌の粘膜に起きる炎症の総称である。症候の一つ。見た目からは、カタル性口内炎、アフタ性口内炎、潰瘍性口内炎に分類される。また痛みの有無から有痛性口内炎と無痛性口内炎に分類される。一般的に口内炎といえば、これを指すことが多い。上記分類の中にあるように細菌やウイルスに感染することによって発症するものもあるが、多くを占めるアフタ性口内炎については、その発症の原因として以下のことが考えられている。ステロイドにより治癒が促進されることから、アラキドン酸代謝物の作用の更新より、最終的にアフタ性口内炎が形成されることは示唆されるが、現在のところメカニズムについては正確には分かっていない。免疫学的異常が関わっているのではないかという説もある。また、口内炎になりやすい体質の人もいる。さらに、ビタミン欠乏症の症状として、口内炎が現れることもある。なお、口内炎の原因として、食べ物の好き嫌いが多い、胃腸粘膜が荒れているという説があるが、これらが原因でないこともある。偏食並びに胃腸と口内炎とでは因果関係が認められない場合があるからである。アフタ性口内炎の患者代表的なアフタ性口内炎は、口内粘膜に直径5ミリ程度の開白色ムラを作り痛みを伴い、悪化すると滲み出るように出血する。通常は1週間程度で自然に完治するが、複数箇所に口内炎が発症する重度のものでは、痛みのあまり接触不能になることもある。また、口の中が清潔でない場合は、口内炎の発症時に口臭を伴うこともある。なお口内炎は人だけでなく、犬や猫等の動物にも発症する。無痛性口内炎は、全身性エリテマトーデスを疑う。有痛性口内炎では、ベーチェット病等が原因のこともあるがこれ単独では、アフタ性口内炎等との区別は難しく、基礎疾患が疑われる場合は、その検査が必要である。基本的に歯科や耳鼻咽喉科、口腔外科で行う。また、皮膚科や内科で治療してくれるところもある。ただし、全身的疾患に起因するものはその疾患の専門家による治療が大事である。口唇炎、口角炎、口内炎などの主な治療薬。ありがとうございます。